ね、人と比べてへこむばっかだったんですよ。私には何々がないし、私はこれできないし、いや思いますよね。皆さんこんにちは、沼チャンネルの沼です。アイアマイコミュニティ自分らしく働くって何を皆さんと一緒に考えていきたい番組です。今回は対談企画第2弾ということで、ウェディングプランナーの有賀さんとお話ししていきたいと思います。有賀さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。有賀です。皆さん、有賀さんめちゃくちゃすごい方です。これまでウェディングプロデュースを1000組以上されてきて、その中でも数々の有名人をプロデュースされてきた方です。今回はご縁があって有賀さんと一緒に接客というお仕事について考えていきたいと思います。まず有賀さん、この沼チャンネルにご出演いただいた、はい、ということなんですけども、はい、有賀さんのこれまでのご経験についてお話しいただいてもよろしいですか。はい、私ウェディングプランナーという仕事なんですけれども、プランナーになって20年。20年、長いですよね。すごい我ながら長いなと思うんですけど、うん、なのでその間でお手伝いをした、そうですね、ご家族が1000組ぐらいですかね。100じゃなくて1000ですよね、はい、1000です。20年前にお手伝いした方はもうお子様がそろそろ今年成人式ですと、いまだにつながっているんですけど。そっかそっか、なるほど、うん、20年間ウェディングプランナーとして働き続けてきたということなんですけども、はい、そもそも有賀さんはなぜウェディングプランナーになろうと思ったんですか。もともと正直ウェディングプランナーになりたかったわけではなくて、あ、そうなんですね。そうなんです、うん、一つだけ就職活動するときに仕事に就くならこれを大事にしたいって決めてたことがあって、はいはいはい、私もありがとうに飢えてたんですね22歳まで、うん、なんかね、人のために何かを頑張ったこともなかったし、あまり人に感謝されたこともなかったんですよ。はい、仕事するなら究極の温度の高いありがとうをなんか言ってもらえる仕事、人になりたいなと思っていろいろ探していた中で、うん、数ある候補の中で結婚式をお手伝いしたらもしかしたら温度の高いありがとうって言ってもらえるんじゃないかなっていうところから確証もないまま飛び込みました。うん、温度の高いありがとう感謝っていうワードがめちゃくちゃいいですね。うんうん、本当ですか。実際ウェディングプランナーをやってみて、はい、有賀さんが考えるやりがいって何なんですかね。正直ありがとうの温度の高さってしばらく全然味わえなかったんですよ。あ、そう思ったものの、うんうん、それはすごく難しくって、うん、20年の中で自分の中でも多分すごく挫折をしたり失敗を繰り返していった時に、本気で目の前の人のことを思って考えられているって自信を持てた時に、今までの人生で味わったことのないありがとうがもらえた瞬間があって、すごく忘れられないのは、本当にこの方の結婚式を最高なものにしたいって考えて考えて、もう本当に脳みそが溢れるぐらい考えてお作りした結婚式があったんですけど、はい、結婚式終わった後に言われた言葉が、あなたに出会えたことが奇跡ですって言われたんですよね。その時に2人が私の手をギューッと握って、有賀さん一生忘れません、ありがとうって言ってくれたのが、なんか私はこのありがとうがずっと聞きたかったんだと思って私も涙が出て、結構ね、私ドライなタイプで親が心配するぐらいこう感動した涙をするってことがあまりできない子だったんですよね。あ、そうなんですね。そう、でもこう人と向き合って接客をするっていう中で、目の前の人のためにこう本気で向き合った時にもらえるそのありがとうで自分の心がすごく満たされた瞬間があって、あのありがとうをもう一回聞きたいと思って20年やってます。ずっとじゃあその時の記憶があって、うん、それをもう一度もう一度、そうです、うんうん、それの繰り返し、それがなんかやりがいかな私にとっての。私もアパレル販売ずっとやってますけども、うん、ありがとうのその温度とか感謝されたいっていう気持ちすごく大事だなというか、うん、結論そのためにやはり今日も出勤してきたみたいなところはやはりあるかなと思いますよね。これまで1000組以上接客っていうことを繰り返しやってきたと思うんですけども、はい、今過去を振り返ると、うん、接客っていうことに対して、うん、有賀さん自身が大事にしていたことって何ですかね。はい、最初はね、やっぱりすごいマニュアルのようにセリフを覚えて伝えるってことがすごく必死だった接客をしてた時期ですごく長くって、うん、でもある時お客様にそこに心がこもってないっていう指摘をいただいたことがあったんですよ。それは痛いですね。そう、でも完璧に伝えてるし、言わなきゃいけないことを上手に敬語も使って言ってるのに、伝わらないってなんだろうっていうのはすごく衝撃的で、その時初めて伝えることが大事なんじゃなくって、それがどれだけ相手の心に伝わってるかの方が大事なんだって気づいたことが大きかったんですよね。でそこからすごく意識しているのが、目の前の人の心の温度を読み取る。
ていうのが今でも一番20年間大事にしていることかな。おー、うん、これまで経験してきたけど、うん、それだけはずっと大事にしてきた、はい、なかなかね一言で言うと、うん、心の温度を読み取るだけなんですけど、はい、それやるってなると、うん、自分はめちゃくちゃ難しいなと思うんですよ。いや難しいですよ。有賀さんも思います？見えないしね。そうですよね、うん、具体的にどんな時に今心の温度が読み取れたな、うんうんはい、って思う瞬間、うん、教えてもらってもいいですか？お客様と向き合って接客できるようになった時に一番変わったのが自分の目線なんですよね。目線、それまでって資料に目を落としていたりとか、はいはいはい、書くことに必死だったんですよ。ミスしちゃいけないって。でも心の温度を読み取ろうと思った瞬間に目線って目の前の新郎新婦の表情、目の動き、姿勢、声のトーン、うなずく回数、うん、っていうところがすごく見えるようになってきて、例えばすごく印象に残ってるのが、うん、バージンロードを誰と歩きたいですか、はい、っていう質問するんですよね、プランナーって。で、なるほど、まあ、お父さんと歩きます。今までだったら私は誰と歩くかを聞くことが重要だからお父様と歩くってメモをしてたんですよ。まあそうですよね、うん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 、でもどなたと歩きたいですかって言った時に心の温度を読み取ろうと思ってからはお父さんっていう言葉をその花嫁さんがどういう表情で言うか、はあ、どういう声のトーンで言うか、どれくらいの間が空くかっていうのが気になるようになってきて、はいはい、そうすると、あ、父と歩きますって笑顔ですぐ答える方もいれば、うん、ちょっと間が空いて節目がちに父と歩きますって、はいはい、この差に気づけるようになったんですよ。なるほど。そうなった時にあれ、なんで今お父さんと歩くっていう時にお母さんの話の時にはあんなに笑顔なのにお父さんの話の時には少し表情が、笑顔が消えたんだろうってまず気づけるようになった。気づけたら今度は気になるから聞きたいなって思える。これ私にとってすごく大きな変化で、聞きたいから聞くようになる、うん、お母様に電話をしてみよう、なんかそういうアクションが生まれて、その花嫁さんは結局お母様にいろいろ話を聞いていたら、もしかしたら3人姉妹の長女で、長女だけすごく父は可愛さ半分、うん、可愛いがゆえに厳しく育ててしまって、うん、下の妹にはすごく甘いんですって、うん、だからもしかしたらあの子はうちの父にすごく自分だけ厳しくされてるし、少し苦手意識を持ってしまっているのかもしれないですとお母様おっしゃってたんですね、はいはい、それを知った時に次に私って何ができるんだろう。なるほど。そうなると、うん、バージンロードをお父さんと花嫁で転ばないように上手に歩かせることが今までの私のミッションだったものが変わるんですよ。はい、どんな気持ちでこのバージンロードを歩いてもらったらいいんだろうって考えるようになって、新婦にとってお父様にどんな気持ちがあるんだろう、お父さんは果たしてどんな思いで結婚式当日来るんだろう、当日私の動きとしてはお父さんをめちゃくちゃ観察するんですよ。なるほど。何見てるかな、どんな表情かなって。そうするとその方は来館した時に娘の写真、新婦の写真を一枚一枚懐かしそうにご覧になっていて、それを見た時にすごく愛しているんだろうなって。でもそれがもしかしたら厳しさってところで新婦に伝わってなくって、少し距離があるのかもしれない。そうだ、バージンロード歩く前に5分間時間を作ろうって思って、チャペルの中でお父さんと新婦の2人っきりの時間をその時作ったんですよ、うん、でもそしたらその時に私はチャペルの外から隙間からずっと見てたんですけど、しばらく2人沈黙があって、次の瞬間お父さんが何かボソボソって隣の新婦に喋ったんですよ、うん、新婦がその言葉を聞いてわーって涙を流して、そこでお父さんが頭をポンポンって叩いて、うん、でその後新婦は笑ったんですよね。この5分間で何か親子関係って変わったんじゃないかなと思って挙式を迎えたら、うん、お父さんと新婦は泣きながら笑顔でバージンロード歩いたんですよ、はい、挙式が終わった後に新婦にご挨拶の時に話を聞きに行ったら、実は私は父が苦手でした、私だけ愛されてないって思いながら30年間生きてきた、なぜなら私だけ厳しくって妹にはすごく甘いと、うん、だから本当は父は初めてのバージンロードは私じゃなくって妹と歩きたいんだろうなって、うん、ずっと実は思っていた。だけどチャペルで父と2人の時間があって、あの時に父が言ってくれたんですって、父さんと歩いてくれてありがとう、嬉しかったよって、うん、でその瞬間、あ、私歩いてよかったんだって、
お父さんは喜んでくれてるんだってすごくいろんなものがすごくスーッと浄化されて、父が私の頭をポンポンって叩いてくれた時に思い出したんですって。私ちっちゃい時にお父さんにたくさん頭をポンポンってしてもらっていて、なんか忘れてただけで私ってちゃんと愛されてたんだな、そう思えてバージンロードを歩いたから、今日をきっかけに父と私の関係が変わりましたって言ってくれたんですよ。で、私が心の温度を読み取るようになって、一番変わった結婚式の作り方で、気づかなければ、ただリハーサルをして挙式をしてたんですけど、温度の変化に気づいたことで、私はアクションをしてお母さんに電話をしたりとか、当日お父さんの表情を見たり、挙式前に5分間作ったり、でもそれによって大げさじゃなく、この親子の未来って変わったなって思えた時に、自分が接客する担当するお客様の温度に気づくってことが生み出すものの大きさっていうのが大きいですね。なんかそれもやりがいなのかな、大事にしてるのは、なんかそういうきっかけなんですよね。アパレル販売員も、私はウォッチング、そのお客様がどういう気持ちで、どういう格好で来られてるかっていうのが一番やっぱり大事だと思うんですよ。有賀さんのお話聞いて、やっぱりそうなんだなって思えたというか、今はあんまりじゃあメモとかは取らない感じですか？あまり取らないです。心で聞くようにしていて、思い出す時に文字から読み起こすよりも、自分の中にこうビジュアルとして残っている表情から結婚式作っていった方が、すごくその目の前の2人にすごくマッチするんですよね。なるほど。もしかしたら人一倍有賀さんはお客様を見てる、ウォッチングしてるってことですかね。苦手だった分、意識的にアンテナを立てて観察、もともとなかったアンテナだから後から設置したんですけど接客員ってサーモグラフィーで人の温度見れたらいいのになってすごい思うんですよ。間違いないですね。アパレルでもお店に来る時に温度高い、もう真っ赤っかなのか、ちょっとこうフラットなのかっていうのを読み取れると、距離感も声だけも違うじゃないですか。そうですね。結婚式も同じで、私なんだ、新郎新婦の温度も違うんですよ。すっごい楽しみな新婦と、まだ気持ちがついていない新郎とっていうのを、サーモグラフィーがない分、私たちがこう自分の目で感じ取ってあげないといけないんだろうな。それがまあ接客の面白さでもあるのかな。まあそうですね。そこまで人のことを見てきた、ウォッチングをしてきた、心の温度っていうところまで考えてきたってことは、よっぽどじゃあ接客がもともと好きで、ずっとこの20年間やってきたってことですよね。そうですね、そう思われるんですよ。20年もやってるから、すごくもともとなんかホスピタリティに長けて、コミュニケーション能力が高い人だと思われるんですけど、全く私逆で、22歳までは本当人見知りで、まあ、どちらかというと人に無関心なタイプだと思ったんですよね。でもマニュアルを覚えて接客するってことはできるわけですよ。言うだけだから。それがさっきのやっぱり心で接客してくれてないという指摘をもらうってところにつながるんですけど、その後ちゃんとこう向き合わなきゃいけないんだと思った時に、向いてないからこの接客っていう人が苦手な私がやるべきじゃないからやめちゃおうかなって、究極の選択をしなきゃいけないなと思った時があって、やめちゃおうって思ったのが半分。でもここで逃げたら、また私なんかこう自分の武器というか誇れるものがないまま20代30代過ごすんだろうな、なんかもう逃げるの飽きたなっていうのが半分そんなにあったんですよ。飽きたまで本当に逃げる人生だった。背中を向けるのが得意で、じゃあこんなに人見知りで人に無関心な私が、いつか本当に人が大好きで人に向き合える接客員になれたら、自分に自信が持てるだろうなって思って、変わろうってギアチェンジをして、逃げるからこう挑む、人に話しかけるなんて、知らない人に話しかけるなんて絶対するタイプじゃなかったんですけど、特訓、半年ぐらい特訓をして、街に出たらなるべく意識的に声をかける。バス停で待っているおばあちゃんがいたら、どんな言葉でもいいから声をかけてみる。それ結構特訓ですね。特訓です。そこで話しかけたことで会話が生まれて、コミュニケーションが生まれるわけじゃないですか。会話の中でどれだけ相手のことを好きになれるかみたいなことを日々繰り返しやっていて、タクシーに乗って、タクシーの運転手さんって新郎新婦のお父さんぐらいで、お父さん世代が大の苦手だったんですよ。結婚式当日もお父さんぐらいの親族の方だと、もうなるべく忙しいふりしてこう話しかけられないように逃げてたんですけど、攻略しなきゃダメだなって思って、タクシーに乗って運転手さんに話しかけて、帰ってきた言葉をどう打ち返すかみたいなことを繰り返しやっていたら、こういう方たちってこういう口調で会話をすると広がるんだってことが、なんとなくこう体で掴めるようになってきた時に、実践で試したいなと思って、自分の結婚式の中で親族控室に自分から入ってって、もう遠方から来ていただいてありがとうございます、お疲れじゃないですかとかって言って、おじさまと会話ができるようになったりとか、そうすると親族経由で、あのプランナーの有賀さんっていうのがなんかすごいフレンドに喋ってくれて、すっごい嬉しかったよって言ってもらえたりとか、特
訓から自信に変えてったっていうのがすごい大きいかもしれない。なるほど、うん、じゃあ22歳の時は全然自分に自信がなくて、はい、もっと言うと劣等感ぐらい、劣等感ですね。あ、劣等感、もう人より劣ってるな、うん、私とか、そんなことからこの仕事ついちゃったけど、はい、接客に向かない私がこの仕事ついちゃったっていう感覚でした。うん、だけど、うん、いつかもうギアチェンジしようって決めて、はい、努力されて、うん、結果今に至ってると。本当にそうです。なるほど、はい、そんな散々苦しい時もあり、うん、接客ってことに向き合ってきた有賀さんだと思うんですけども、はい、私のようにアパレル販売員として働いてる立場がいるんですけど、うんはい、実際プライベートで服屋さん、はい、洋服屋さんに行ったりするじゃないですか、はい、そんな時にアパレル販売員の接客ってどう見たりしてますか、はい、なんか学べることってあったりするんですかね。ああ、でもありますし、あります、うん、気になるというか、プランナーのように長い時間お客様とこう接客するっていうことではない分、うんうんうん、この瞬間的なかける言葉、表情とかって、ね、いい意味でアパレルの店員さんってきっとこれくらいやってくれるんだろうっていう期待値ってみんなあると思うんですよ。そうですね。で、聞けば教えてくれる、そうですね、いらっしゃいませってみんな言ってくれる、うん、期待を超えない想定内の接客の方っていうのは良くも悪くも気にも触らないし、なるほど、そっか、そうなんですよ、印象にも残らないんですよね。良くも悪くもですよね。良くも悪くも、うん、だけど期待を超えてくる方ってやっぱりいて、もともと自分が持ってるアパレル店員さんってこうなのかなっていうところの期待を、うんうん、そうです、うん、プランナーも一緒ですよね。だから相手がどれくらい自分に期待してるのかなっていうのを見極めるのってすごく大事だなと思って、はいはい、あるアパレルのそのお店に行った時に店員さんに質問をしたんですよね。それは私買ったばかりの洋服をレジの前で多分落としてしまって、それが届いてるかどうかっていうのを聞きたくて、で何かこう作業してる人たちにすいませんって声をかける。そうするとまあ振り返ってくれますよね。でもこの振り返ってくれる時のはい何でしょうかの表情ってすごくまたこれ差がつくんですよ、うん、確かに、はいって無表情の方もいるし、はいはいはい、聞きますよっていうのではいって言ってくれるかどうかで、あ、なるほど、でやっぱりそこってこれぐらいだろうなと思ってるから超えてくる人ってすごくインパクトが残るんですよね。もうその一声だけで、はい、同じお店なんですけど最初の方にすいませんって言ったら、まあ普通に入ってこれ物を落としてしまってレジに届いてないか確認したいんですけどって言ったら、多分それマニュアル通りだと思うんですけど、あちらのレジで聞いていただけますかってレジの方を案内されたんですよね。レジは大量に人が並んでたんですよ。私は娘のお迎えがあったのでちょっと急いでました、うんうん、でもあの列並ばなきゃいけないのかってちょっと思ってしまって、こっちにまた店員さんがいて、その方にすいませんって、私は困っている感じもあったと思うし焦っている感じもあったと思うんです、すいませんって言ったら、うん、その2番目の方ははいって、うん、すごく同じ温度ではいって聞いてくれたんですよ。あーなるほど、自分と同じの温度で、うん、すいませんって物落としてしまったんですけど届いてないか確認したいんですけどって言ったら、あ、そうなんですね、ちょっとお待ちくださいって言って、うんうん、小走りで探しに行ってくれたんですよ、うんうん、急いでるのを感じ取ってくれて小走りで行ってくれたっていうのを私にとってはすごく嬉しくって、あったんですよね、ものが、うん、会った時に嬉しそうな表情で届いてましたって戻ってきてくれた、うん、それ私すごく印象的で、同じショップで働く、うん、きっと同じお給料できっと雇われている同じアパレルの店員さんなんだろうな、うん、でも1人目の方と2人目の方では私は2人目の方の顔が未だにすごく残ってるし、そのお店に行った時にあの方いるかなと思って探しちゃう自分がいて、ちょっとしたことなんですけど自分の温度に合わせてくれるとか、うん、気持ちに寄り添ってくれるとか、うん、それってすごく自分できてるかなと思いました。それも学びにもなったし、期待を超えるっていうことってこんなに相手に印象に残るんだろうな、うんうんうん、私は家に帰ってから主人にも話して今日ねってどこどこのショップ行った時にこういう人がいてねって、時間が経っても人に話したくなるような人、それくらい印象を残す接客ができるっていうのすごく素敵だなと思いますし、うん、ありがとうございます、はい、アパレル店員から学べることってところでちょっとお伺いしたんですけども、うんはい、ウェディングプランナー、そしてアパレル店員、はいまあ、そういったところも全部含めて、はい、こんな接客員さん、販売員さんって素晴らしいなって思う方、ちょっとイメージしていただいて、はい、なんか共通点みたいなのって有賀さんの中であるんですかね。付加価値をつけてくださる方、付加価値、うん、かな。カフェでもいつも行ってるカフェとかでも頼んだコーヒーをお待たせしました出す方と、お待たせしましたお暑いのでお気をつけくださいって添えてくれたりとか、うん、一言添えるだけでも、お寒い中ありがとうございますとか、その日の天気に合わせた言葉だったりとか、うん、相手が期待していることにどれだけ自分が出会った以上その人の未来にちょっとした幸せを増やせるかってすごく大事だなって、その一言でちょっと心がほわっと温かく
くなるんですよね。なりますね。アパレルのショップでお店で洋服買った時に、帰りにすっごい寒かったんですよね。雨も降っていたんですけど、お寒い中本当に足運んでいてありがとうございますって言って頭下げてもらったりとかしたのすごい心に残ってるし、それってやっぱ言葉の付加価値だし、うん、その一声で全然付加価値になってるってことですよね、うん、全然違いますよね、うん、そういった方はご経験のある有賀さんから見ても、はい、素晴らしい方だと思えるってことですかね。そうですね、うん、壮大なことってやらなくてよくって。なるほど、では有賀さん、いろいろお伺いしてるんですけども、はい、視聴者の方で私のチャンネルって女性の視聴者さんが多いのと、はい、20代の方の視聴者さん結構数が多いんですよ、はい、今アパレル販売やりながらもウェディングプランナーっていいなって思ってる方、うん、憧れを抱いてる方きっといるんじゃないかなと思ってるんですね、はいはい、そもそもウェディングプランナーになる上で、はい、資格って必要だったりするんですか。資格は取ることもできるんですけれども、はいはい、なくてもできます。なくても職種として成り立つというか、はい、やれる。はい、実際にどうやったらウェディングプランナーっていう職種につけるんですかね。もうシンプルに前職接客業してましたって方もいらっしゃいますし、ウェディングプランナーって例えばレストランだったりホテルだったりいろんなところに配属というかいるんですけども、自分がここのウェディングプランナーになりたいっていうところに何をそこで結婚式を作る上で自分ができるかってところをアピールしていただいて、企業側としてはウェディングプランナーに求める人材像って共通するのが人間力ですね。人間力、上手に接客できますとかマナーがしっかりしてますっていうことよりも、一緒にその結婚式でプランナーって半年から1年ぐらいお客様と向き合うんですけど、その中でシンプルにこの人好きだな、信じられるなって思ってもらえることがすごく重要なので、いろんなキャリアの方いますけれども、新卒で入った子もいるし、専門学校行って学んでから入ってきてくれた子もいますし、前職全然違うところから飛び込んでくれた人もいるし、いらっしゃるんですね。いますね。いろんなキャラクターのプランナーがいるから面白いんだろうなって思ってるので、こうあるべきはないんですよね。でも有賀さんもお子さん結婚されてお子さんいらっしゃいますよね、はい、女性ってなった後とかも絶対意識してると思う、うん、それ絶対、はい、そうですよね、男性もそうだと思うんですけど、家庭を持った上でも仕事を続けられるのかとか、ライフスタイル変わるじゃないですか、育休だったり産休だったりっていうのを取得できるのかとか、されてる方って実はいらっしゃいます、いますね。どうしても女性が多い職種であることもあって、はいはい、ウェディングプランナーって実は歴史がすごく浅くって、そういうこと私20年やってますけれども、私がプランナーになった時にウェディングプランナーって言葉って世の中いなくって。あ、そうなんですか。だからすごく前例がすごく少ないんですよ、はいはいはい、なので20年やってる私だったりとか、それこそ15年超えているプランナーたちが背中を見せようとしている業界でもあって、なるほど、みんな結婚して子供が生まれてもできるんだよっていうことを、いろんな形で発信をしている、まだ若い業界でもあるんですが、産休、はいはい、とって子供が生まれたことをきっかけにこれまでの経験を生かして専門学校の先生になる人もいるし、フリーのウェディングプランナーになったりとか、組数を減らして会社とこう業務委託契約みたいな形で月に1件ペースだったらお手伝いできますっていう人もいたりとか、まあ、時短で働いてたりとか、いろんな形のスタイルがあるんですけど、実際はママさんプランナーは増えてます。増えてますか、子供ができたからストップではなくて、その先も自分のペースに合わせてウェディングプランナーっていうお仕事に向き合ってる方実際にたくさんいらっしゃると。いますし、私すごく自分が子供生まれて思ったのは、新郎新婦目線でずっとお手伝いしてきたのが、今もうね、お父さんお母さんの気持ちが分かるんですよ。なるほどなるほどそうですね、確かに。だから伝えられるメッセージも親御様目線でもプランニングができるようになって、20代は20代で独身の時は友達のようなプランナー、はいはいはい、30代40代で自分が結婚して例えば子供がいない時期だったら、その夫婦っていうところで、あ、こんなことで揉めますよねとかっていうアドバイスもできるし、子供が生まれてからと親目線、自分のこのライフスタイルのステージに合わせてアドバイスの内容も変わるので、そこはすごく面白いんじゃないかなと思います。確かに確かに、まあ、そんな中でとはいえ、ウェディングプランナーになかなか踏み込めない方もいると思うんですけども、有賀さんから見て、もうこれだけは、これだけは絶対備えといてねっていう必要なスキルってありますか。プランナーになってすごく一番難しかったので、目の前の新郎新婦の心の扉って何重にもなってるんですよ。簡単には本音は見せていただけない。その扉を開けることを諦めちゃっても結婚式作れるんです。はい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 。親友にも明かしたことがない、例えばお父さんに対しての思いっていうものを諦めずに向き合って知ろうとするエネルギーってすごく大事で、私がプランナーたちに伝えてるのは3つあって、感じ取る力、仕掛ける力、諦めない力。あ、こうしてあげたらいいんだなって感じ取っても、仕掛けるっていうアクションの勇気がないと何もできなくて、
って、うん、仕掛けるってこうワンアクションってこの一歩ってすごい勇気がいるんですよね。確かに勇気を持てるかっていうのもすごく大事で、勇気を出して一歩行っても跳ね返されることってあるんですよ、うんうんうん、うまくいかなくてその時にもう辛いからいいやって諦めちゃうと何も生まれなくって、うん、その時にもう一回行ってみようっていうなんかそのチャレンジ精神っていうのはすごく問われるなって思うので、その3つの力かな感じ取って仕掛けて諦めないっていう、うん、人との向き合い方においてその3つを持っている人、それはやはりアパレル販売にも共通するスキルだったりしました。そうですよね。なので、うん、ぜひ今アパレル販売やってる方もそういったスキル向き合いながら、うん、ウェディングプランナーってとこも頭の片隅に入れても活かせるんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。本当にそうですよね、うん、では有賀さん、はい、視聴者の方が気になるのって、はい、有賀さんがなぜここまで実績を積み重ねてこれたのかっていう、キャリアアップじゃないですけど、ウェディングプランナーとしてのストーリーみたいなとこがすごい気になると思うんですけど、ウェディングプランナーのキャリアアップってどんなものがあるんですか？一番ベーシックなのは、うん、ウェディングプランナーとして接客に出て、うん、プランナーの接客って私に結婚式を任せてください、自分が商品なんですよね。なるほど。それを伝える、そのためには自分に自信を持たなきゃいけなかったりとか、そこからスタートしますよね。接客営業スキルもそうですし、ご契約いただいたら今度打ち合わせをしていくので、コミュニケーションをとって販売知識ってとこもそうですけど、プランナーとしてまず一人前になって結婚式を作れるようになる。いい結婚式を作ればお客様って親友とかまで紹介紹介してくださったりするんですよ。うん、まあそうですよね。指名のような形であの人にお願いをしたいっていう風に自分に返ってくる。そうすると人気プランナーという形で組数っていうのもどんどん増えていった時に、今度は例えば教える立場としてこうチーフみたいな形のチーフウェディングプランナーに、あ、やっぱあるんですね、うん、ありますね、チーフになって、でそこからマネージャーみたいな形で女の子でも支配になって、自分のもうこの会場で行われる結婚式全ての責任を指導もするし、マネジメントっていうのも含めてキャリアを積むケースもあるし、ずっと現場でやっていきたいって言った時にキャリアを積んである程度のタイミングで独立をしてフリーのウェディングプランナーになる。そうするとあなたにお願いしますってお客様が直接指名で来るケースもありますね。あとは後輩のプランナーたちのフォローをしたいって言って、こうサブ的な形で教育みたいな形に移っていくプランナーもいますし、本当にいろんな選択肢っていうところで、で私はその中で言うと、これからプランナーを目指す子たちにこの仕事のやりがいだったりとか、なんか大切な要素っていうのをこう伝えるっていうところに行きたいなと思って、私の選択肢としては教えるっていうところ、伝えるってところが今進んだ道ですね。なるほどなと、アパレル販売にちょっと近いなっていうところは思いましたね。あ、そうですか。はい、お客様の一番近い距離で接客をし続けるっていう選択肢もあれば、後輩に指導することがやりがいって感じてそれをチョイスする方もいてっていうところで、多岐にわたりますかね、選び方として。そうですね。最後になんですけども、有賀さんって超有名人だと思うんですよ。そうですか。超有名人と関わってるプロデュースをしてきた人だと思うんですよ。なぜそこまで有名になれたのかなっていうのは本当率直に知りたくて、なかなかそれって自分の言葉で言いづらい部分あるかと思うんですけども、自分が思うにで結構なんで、ぜひ教えてもらってもいいですか？心当たりは、本当に私本当劣等感からスタートしたって言ったと思うんですけど、はいはいはい、入社した時の同期はウェディングプランナーの経験があったりとか、私よりもすごくプランニングっていうところで上手にプランニングできる仲間もいたし、なった時に私って何にもないなって思ったんですよ、武器になるものが何もなくって、このままだったら埋もれるし、お客様に求められるプランナーになれないんだろうなと思った時に、何でもいいから一つだけ丸々といえばありがっていうものを作らなきゃって思ってたんですよね。まるまるっていうのが何なんだろうと思った時に、これかなって思ったのが、何でも屋。そうなんですね。そうなんです。何でも屋。何でも屋の企画屋さんだったんですよ。どういうことかというと、例えば誰々が送別、退職するから送別会やんなきゃ、誕生日やんなきゃ、お花見とかってありますよね、会社のイベントとか。それ誰やるって。なるなる。仕事業務外でやるから忙しいとやりたくないし、はい、ってなった時に、このなんか誰もやりたくないような業務外のイレギュラーなイベントを全部手を挙げようと思ったんですよ。私やります、すごい、私やりますと実は言っていて、そうなった時に会社の中で企画といえばありが、イレギュラーといえばありがっていう風になんかこう認知されてたんですよね。今でも覚えてるのが、当時フジテレビでウェディングプランナーというドラマをやるってなった時に、ドラマ監修の依頼が会社に来ました。そんな部署ないんですよね、はいはいはい、ドラマ監修初めてで、
みんな本来の業務があるわけじゃないですか。確かに。そんな時に、いやこれどうするって言った時に、やっぱりイレギュラーといえばアリガじゃないかってなって、はい、お前やってって来たんですよ。はい。私にとってはそれはすごくいい経験で、ドラマの監修をやらせてもらいました。で、その後今度、フジテレビのそのつながりで、お台場の球体展望室っていう、こう丸い。はいはいはい、丸い。うん。あそこで、クリスマス時期にイベントで挙式やりたいんだけど、それやってくれないかっていうメールの問い合わせが来て、誰もそんなノウハウなのし、誰がやるのそんな年末に。イレギュラーといえばアリガじゃないって言って、思えば私初めて式場以外の場所で結婚式をやんなきゃいけないというミッションをもらったんですよね。その積み重ねで著名人の結婚式依頼が来たんですよ。これ今までのノウハウじゃいけないぞ、うん、イレギュラーといえばアリガ実はその積み重ねで、なるほど、1個だけ守ったのは期待を超える、うん、はい、会社はこのドラマのプロデュースできっとこれぐらいを期待してるんだろうな、だったら最後に絶対テロップ入るように頑張ろうとか、うん、この球体展望室のプロデュースではこれぐらいを期待してるんだろうな、じゃあこれを見た人から一気にお問い合わせが入るように期待を超えようとか、うん、その繰り返しをした時に、なんか一つアリガに頼めば、まあ結局やってくれるよねっていう、このミッションはどん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 気づけば大きくなっていて、目の前のことに必死だったんですけど、振り向くとなんかすごく力になって武器が増えてるんだなって思えるようになったので、その積み重ねなんです、うんうん、でもスタートは自信がなくて、うん、人より劣ってる劣等感があった有賀さんだったんですよね、はい、そうなんです。なんだけど、うん、イレギュラーの有賀の丸々といえばっていうものを皆さん持ってますか？なるほど。後付けでいいから、それがないとね、人と比べてへこむばっかだったんですよ。私には何々がないし、私はこれできないし、いや思いますよね。その思考がすごく嫌で、これないこれないこれない、でも私にはこれがあるっていう一個を作りたかったので、当時はもうそれもなかったから、うん、何もなかったです。作ったんですね、うん、後付けです。後付けでね、もともと持ってなくてもいいんだろうなって、作れるかどうか、うん、いやそれはだいぶ視聴者の方も絶対思ってることなんで、うん、自分このままでいいのかなとか、うん、こんな自分でいいのかな、うん、素敵なメッセージになったと思います。あ、本当ですか。はい、ということでいろいろ本音で有賀さんに話していただいて、うん、すごく私も楽しかったです。あ、楽しかったです。楽しかったですね、はい、ありがとうございます。皆さん有賀さんの存在気になったと思うんですけども、うん、有賀さんの詳しい詳細については説明欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひチェックをしてみてください。またウェディングプランナーっていう仕事に興味があったりとか、今実際に新婚だったりとか結婚を考えていて、自分自身のウェディングのプランニングについて悩んでる方いれば、そういった方もぜひ有賀さんのホームページチェックしてみてください。それではまた有賀さん、引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。沼チャンネルの沼でした。そして有賀でした。ありがとうございます。